何よ二人とも黙っちゃって。じゃあさ、そいつはどう思ってんのよ。タンカー事故の真相か。そ、真実はこれから明らかになることだろう。要するにノーアイディア？現時点ではな。何が現時点ではな。よ、テラソンにカッコつけて何も解決してないじゃん。お前な、政府も自衛隊も海運会社も石油会社も血眼になって原因究明に走り回ってる大事件だぜ。俺たちみたいな学生がバーガー食いながら頭ひねっただけで解決できるような簡単な問題じゃねえよ。だからエージェントさんたちもたくさん動いてるみたいだね。そう、大事件の匂いがするってトップクラスのエージェントが日本に大集結してるらしいじゃん。らしいな。ま、そのうちトップエージェントの誰かが真相を解き明かしてくれるさ。頼りにして待ってりゃいいんじゃないか。他人ばっか頼りにしてちゃダメじゃん、そういち。今からタンカーにでも乗れってのか。無茶言うなって。だってきっと総一君なら普通のエージェントさんなんかより全然早く解決しちゃうよ、きっと。だよね。こいつさ、バカでスケベで寝てばかりだけどさ、いざという時にはきっと何かをしでかすやつだよ。しでかしちゃダメだろ。石油来なくなったら私たち生活できないじゃん。タンカーは守んなきゃ。そうだよ、正義の味方になるチャンスだよ。悪の秘密結社を倒せって？冗談じゃないよ。俺みたいな一般庶民はバーガー食って寝てる。はあ、頼りになんないの。はあ、せっかくの総一くんなのに。ねえ、知ってる？ゆかり、実力世界一って噂されるエージェントってさ、私たちぐらいの年らしいよ。うん、知ってる知ってる。若いのに偉いよね。アメリカの大統領ともお友達らしいよ。どんな難問もズバッと解決しちゃうんだって。おお、えらいえらい。どっかの誰かさんとは大違い。総一くん負けてられないね。だからそれならさ、ちょっと待ってよ総一。あ、私も。タンカー事故の調査、そいつにやってもらえばいいだろう。噂のトップエージェントナスティーボーイにさ。あ、そうだね。そうだよね。さつきちゃん、そうだよ。調査依頼に行かなきゃ。そうだね。今度一緒に行こうか、ゆかり。
寝すぎだぞ、そういち。やめろよ、スケベ。何かご用ですか？遊びかい？遠慮しないよ。
じゃん。ナイスファイト。そちらこそ。突然のご無礼、お許しいただける？突然も何も、これが君なりの挨拶だろう。荒っぽい挨拶には慣れてるよ。はじめまして。私はリサ。リサ・ヴィクセン。お、俺は。那須宗一さん。あれ？俺の名前、どうして知ってるの？俺ってそんなに有名人？あなたがミスター・那須でなければ、襲った私はただの犯罪者よ。弱々しく襲われておけばよかったかな。そしたらリサ姉さんにあんなことやこんなことを無理やり。さあ、噂通りね。何がだよ、相手が俺なら襲っていいって法はねえだろ。もちろん、ご無礼は幾重にも謝るわ。難しい日本語知ってるね。お詫びに。デートはどう？どっちかというと襲われてる方がいい。素敵なデートよ。襲われてる方が素敵なデートよ。襲って？素敵なデートよ。わーったわーった。たくもよかった。どうせ油臭いデートだろう。ご明察。やれやれ、最近その話しか来ないんだよ。モテモテね。商売敵に勝てるかしら。意地でもさらってく気だろ。負けてたら地下室で縛られてたんじゃねえのか。縛られたい？よしてくれ。どっちにしろ首は突っ込もうと思ってたんだ。同じ突っ込むなら
美人のお姉さんがいいね。そう思うわ。突っ込むなら美人のお姉さんがいいわね。ひょっとして自分のこと美人だとか思ってる？いいえ、ただただそんなに悪くはないと思うけど。言うな。冗談よ。嫌いじゃないぜ。ええ、大好きね。あなたのそれは有名だもの。少し勉強してきたわ。日本のジョーク。違う違う。ん？嫌いじゃないのは冗談じゃなくて、リサさ。本当に大好きね、冗談が。本気さ。まだ言葉だけで信じられるほど深く知らないわ。じゃあもう少し語り合おうか。ええ。愛について、俺の部屋ででも。タンカー事故について、ラディッシュででも。もう少し愛想が良くても。仕事が終わったらね。それよく聞くセリフで、終わったらはいさよなら。私は話さないと思うわ。お、終わったら次の仕事。ガッテス。どの女神を信じてるの？さっきまで勝利の女神だったんだけど。今はリサ。ガレス。こんな感じ。ラディッシュへ行くか。喜んで。そう、ミスターナス。総一でいいぜ。俺もリサッペって呼ぶから。総一、一つだけ質問が。なんだい、リサッペ。最後買わせたのは見切った？読んだ？それとも運？その三つに差はない。交わした、それだけが事実。そうね、改良するわ。その必要はないさ。俺以外になら 120% 必殺技だ。あなたに当てたいの？俺はもうノックアウトされてるよ。行きましょうか。俺はいつもの。ご注文は？ホットミルク。
ダメ？いやいや、全然。バリバリのブラック党かなと勝手に想像していたからさ。人は見かけによらないものよ。あなたのようにね。それって褒めてる？呆れてる？両方。嬉しいんだか嬉しくないんだか。コーヒーも嫌いじゃないわ。ミルクが好き？裏を書きたかったの。職業病だ。嫌な職業ね、お互いに。毒入り危険、飲んだら死ぬで。美味しい。毒が入ってるかと思うぐらい。生産者の名前入り毎朝配達の牛乳だってさ。この店はフレッシュも生クリームもバターもそこから自家製。素晴らしいお店ね。マスターに後で言っておくよ。コーヒー頼めばよかった。ほら、やっぱりブラック糖だ。じゃあ後でもう一杯と行こう。そうね。つまんねえ仕事の話はちゃっちゃと終わらせよっか。嘘。何が？早く仕事の話をしろと顔に書いてあるわ。今日はなんとなく君と素敵な出会いがあるような気がしたんで、出書きにマジックで書いておいたんだ。恥ずかしくない？これがなんと美人にしか見えないマジック。まさにマジック。こりゃ傑作だ。まあじっくり語り合おうではないか。仕事の話をしましょう。へい。
さてと、油臭いデートってことはタンカーだね。ええ、依頼主は。ちょっと待った、当ててみようか。いいわよ。アメリカ軍もしくはアメリカ政府。ご名答。さすがはナスティーボーイ。んなことかけらも思ってないくせに。あなたを雇えるところはそうそうはないものね。まね、君のようなスーパータレントを子飼いにできる組織は世界に一つしかないしね。よかったら所属と名乗りを上げましょう。私はリサ、リサ・ビクセン。階級は特務少佐。所属アメリカ軍大統領直属諜報機関インディペンデンス13。ほう、やっぱあったんだあれ。もちろん実在するわ。証拠に大統領のサインでも持ってきましょうか。顔も体も作り物。そう見える。失礼なこと言った、悪い。いいえ、全然。ビクセン少佐、依頼の件は？もちろん。タンカー事故の原因究明を。うん。残念ながらそれは違うわ。読むなよ。顔に書いてあるもの。あまりにあからさまだったか。だけどリサ、君がこうして俺のところに来ること自体だってカモフラージュと考えられなくもない。僕たちじゃないですよってポーズだ。アメリカ人はもっとシンプルよ。あれが自分たちで起こしたことなら。なら我慢できずに自慢しまくる。ま、それもそうかも。それはそれでいいとして、アメリカなら俺を雇わなくても君みたいな凄腕がゴロゴロいるだろう。ライブ、あなたの撮ったライブはインパクトがあったわ。この事件を一番間近で見た人だから。まあねえ。他に何か疑問点でも？好きな食べ物は？アイスクリーム。他には？迷う必要はないでしょ？引っ張り出しておいて。やっぱ。バレてるか。謎の海域にあなたが現れたとなれば世界中が注目するわ。しかもライブのお土産付きでね。アメリカはどちらにしろ動かざるを得ない。ま、リサの言うように違うだろうなとは思っていたんだけどね。一応そうじゃないという確認がしたかったのさ。確認できた？ま、一応は。信じられない？君のことじゃない。アメリカ軍も一枚岩じゃないからね。それはそうね。ソロプレイ？
とぼけておこうか。愚問だったわ。いいよ、ソロでなければ俺のバッグはいつもあそこだろう。別に騙す必要もないさ。ご想像にお任せで。守秘義務守秘義務。そういちはザックバランね。いい日本語知ってるね。いい金になったよ。まだある？出そうか。高いよ。そうね、命がけで撮ったライブだもの。今の時期熊野の海は冷たかったでしょ。まあね。ごめんなさい。どうしてリサが謝るんだ。ハリア！そう、私。たく、笑ってごまかせる問題か。アパッチ一機いくらすると思ってんだ。君と違ってこっちは自腹なんだぞ。あなたならお小遣い程度でしょ。まあ、パイロットの心配はしてあげないの。あのバカは殺しても死なん。紹介してほしいわ、噂のナイスパートナー。ま、いい腕、お見事でした。アクロで食えるよ。バーズにでも転属願い出したら。人前に出るのが苦手なの。よく言うぜ。んな派手な格好して街をうろついといて。派手かしら。ほんの少しね。もう少し胸元を開けた方がいい。やめてくれ。バカにしてる？ガキだと思ってる？ま、そうなんだけどさ。拗ねないで、軽いジョークよ。ルー。直接管轄の太平洋艦隊にとっては今一番頭を悩ませている問題よ。昼夜、公式非公式を問わず、ヘリジェット問わず飛び回ってるわ。だな。ま、それは見てたけど。よし、わかった。乗ろう。決断が早いのは予想してたけど、報酬も条件も詰めなくていいの？どのみちそろそろ世界中がおかしいおかしいと騒ぎ出す。注目の一件、いいオファーがあればすぐ乗ろうと思ってたところさ。文字通り渡りに船だね。いいオファーって何の条件も提示していないのに。君がいるだろ。私？私はただの連絡係よ。嘘つけ。どうせやだと言ってもついてくるお目付け役だろ。どうしてわかったの？顔に書いてあるよ。朝マジックで書いてきたの。これがなんと一流エージェントにしか見えないマジック。もういいもういい、降参だよ。条件は？アメリカ太平洋艦隊はあなたのタクシー、報酬はご希望の額、そしてサポートに死ねと言われれば死ぬエージェントを1名。
オーケー、リサ。心配しなくても、そんな命令は俺からは出ないよ。頼もしい自信ね。そんな怖いところには行かないもん。臆病はエージェントの必須条件ね。当たり前だ。俺たちは死ぬのが仕事の軍人じゃねえんだ。生きて帰ってなんぼ。誰かが死んでミッションクリアなんて言えないぜ。そうね。でも。遠慮なく好きに使って。役に立てることなら何でもするわ。じゃあとりあえず俺の部屋に来てもらおうかな。仕事は？炊事？洗濯？掃除？まあそれは後でも。買い物？それも後でも。宿題は自信がないわ。特に現代国語は難しい。ごめんなさい、もう言いません。ミッションを通じて深まる絆もあるかも。真面目に言ってんの？それ口先だけね。正直が救いか。それも嘘かも。ま、リサみたいな美女に騙されるなら本望だね。あなたは騙せそうにないわ。煙幕は張っても本当はシリアス。そっかな。リサもだろ。そっかな。とりあえず情報が欲しい。持ってるもの全部吐き出してくれ。これはマジで隠し事、言い訳なしだ。このミッションは中途半端なやつじゃないぜ。了解。できるだけのことを。あなたも。もちろんだ。すぐ届ける。連絡先は？と、俺は。丸裸か。仕事用とプライベート用を分けてない理由は？めんどくさいんだよ、ただ単に。嘘。その二つに差がないからさ。ミッションが俺の生きてる場所。素敵。だから何も出ないって。総一は幸せね。幸せ？そう言える人は、いや、そう言おうと思える人は幸せよ。そうかな。リサはそうじゃない。そうね。そこまでではないわ、残念ながら。すご腕なのにもったいない。